赤星赤崎瀬尾赤星吉田シテミです。はい、お願いします。さあ、メインは赤月さんということで、うん、引っ越してから初の、アフレコですけども、はい、今回はですね、ウーバーイーツでですね、うん、このメインあかつきさんの料理を頼んでいるんですね、うん、駒込駅にあるお店で、2年前にね、一回、行かせていただいたんだけども、はいはいはい、雑居ビルの中の奥の方にあるというちょっと珍しい、なんかあったな、はい、思い出したわ、うん、で、ウーバーイーツではですね、あかつき麺と、まあ、あいそば、これ二郎系の混ぜそばね、うん、ね、その他になんと中華料理のね、油淋鶏エビチリって書いてあるんですけど、充実してるね、何でもあるんで、一回 Uber でちょっと見てみてください。なるほど、準備をしないと、はい、さあ、そして、到着した この状態映すんだね、一応ね、はい、一応ほぐすとこんな感じで、ほぐすと袋スープとね、その他でほぐすっていう、なんか麺をほぐすみたいな感じが多いけど、ちょっと溶いてね、溶いてと言われて、具と麺と全部一緒になってて、はい、これをですね、あ、なるほど、こうするんです。ああ、そうか、伸びちゃうね、はい、やっぱね、料理名伝えられてなかったらつけ麺として食べちゃいそうですけども、まあまあ、入れて食べますね。着弾で、着弾で、こちら赤月麺大盛りにして、このチーズとね、チーズいいね、はい、チャーシューというふうに表記したとね、増しておりまして、配送料サービス料ベッド発生して、はい、1杯で2470円、なかなかです、なかなかだね、これ、ああ、いきましたね、これね、ちなみに今回全部マシマシとね記入したんだけども、うん、ちょっとこの前に行ったマシマシとは、まあ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 、まあ、そこはウーバーだからね、ウーバーだから、まあ、しょうがないかなという疑問が残りつつも、うん、まあね、はい、配達できないからの状態、まあそうだね、うん、まあスープからいきますね。スープ、赤月さんといえば非乳化なスープでして、うん、まあ油コールもちょっとなかったのか、うん、塊油はゼロでしたね、あ、はいはい、へい、で、旨味のあるスープ、醤油感よりもこう突き上げてくる旨味が美味しかったという感じです、うん、ね、まあ、そしてお豚様なんですが、赤月さんもともとね、こうちっちゃい巻き豚入ってたんですよ、コンパクトなもの、はい、それとは若干違うんですけども、バラ肉ではないようなって感じのお肉、うん、トロットロです、トロットロ、このトロさは結構上位よ、あ、マジですか、結構の上位です、はい、でチーズ野菜ね、うん、で野菜量もねちょっと少なめだったんですが、溶けチーズ、これが野菜と絡んで非常に美味しかったですね、これね、ぜひともプラスしてほしい、はい、ね、豚チーズもうめえということでね、うん、僕みたいな声になっちゃいますけど、このうめえってなっちゃいますけどもね、麺はね、これウーバーイーツでこの量いけるのはいいですよね、わしわしは、そうなんですよ、見てくださいこれね、天地返しした後でございますけど、いいですね、かつてはゴム麺というふうにね、僕は表現させていただきました、これをね、あ、なるほど、赤星ね、弾力がいいんです、とにかく弾力が、うん、ゴム麺か、ゴム麺です、これは、はい、非常にね、ダンロップね、スープと分けられてるんで、まあ、歯ごたえがあるんですよね、歯応えが、ちょっとね、この冷めて固まった状態で来るので一回ほぐして食べましょう、これはね、もう正しいほぐしの状態だ、はい、ここで使うべきだった、ね、ここで使うべきだったから、これね、あ、さあ、そして、お、あ、あ、え、なんだなんだ、ごちそうさま、押し入れしかないだろ、あー、ニンニクがない、え、押し入れにニンニク探したの、いや、そうなんですよ、実は、いや、冷蔵庫じゃないの、冷蔵庫、うん、まあまあ、いろいろあるじゃないですか、うん、ニンニクそのものが入ってなかったんですよ、まず、あー、そうなんだ、あー、はいはいはい、はい、つまりこれコール自体がやっぱ通ってなかったと見る方が、ああ、そういうことか、強いんじゃないかなっていうね、本来は入れてくれるみたいですやっぱり、はいはい、はい、まあ、でもまあ一応美味しかったんだけどね、用意したかったということですね、そして塩コショウ、これね、粗挽き黒コショウもまだ行方不明だと食べたんでね、コショウ、塩コショウぶちまけで言ってますけども、はい、まあ、これ自体はまあこれは美味しいだろうという感じですね、うん、まあまあね、絶対美味しい、まあ、旨味が強めなんでちょっとパンチ効かせたいんでね、胡椒は用意してもいいと思います、うん、ね、なごと言ったらエネルギーファイナルスープということで、うん、別にこれね、スープだけ先温めてもまあ良かったんじゃないかな、確かにな、うん、そういうこともね、考えつつできますので、まあ確かに、とはいえ簡易ということで、勝木さんうまいんだよね、本当にね、で、あのゴワゴワ加減じゃ、うん、別に藤丸レベルのゴワゴワさもあるんだよ、あ、そこのレベルまで、61.225 ということでね、はい、ということで赤月麺だ、いやー、やっぱ引っ越すや否や
ウーバーイーツの。あずすん、あずよ。あずすん、あずだ。やっぱ都内ですからね、やっぱ。うん、すぐにやれるし。あと若月麺さんの動画を利用して謝罪しますけども。謝罪、謝罪ですか、はい、何ですか。あの家動画で剣太乱入というところを、はい、プロレスのね話を、 IWGP ベルトのね、1月1日の、はい、小橋健太選手の方で、いやもう大きく違うよ。違うね、あの KENTA ですね、はい、ごめんなさい、ちょっと健太といえば世代的に小橋さん、まあだから引退してるんですよ、だから、うん、そうだね。今年のプロレス見逃せませんね、やっぱりね。見逃してんだよ、うん、そうね。くそな。でまた再開するからね。ということでね、暁さんもぜひチェックしてみてください、ね、はい、なるほど、ね、ごっつぁんです。Thank you.